一コース水谷篤斗。ジャパンカップ2023群馬大会オープンクラス優勝決定戦スタート。さあ、これが最後の優勝決定戦。どのマシンがトップでゴールするんでしょうか。まずは1周目トップで回ってきたのは4コース石川選手。その後ろ3台のマシンが続いている。さあ、ここでスーパーテンポバックで4台のマシンが並んだ。さあ、並んで先にリードしているのは3コース松本選手だが、連中の隙をついて2台のマシンがまだまだ回ってきている。さあ、ここでトップで戻ってきているのはどのマシンでしょうか。さあ、2台のマシンが並んでいる。さあ、この2台のマシンで優勝が絞られるのでしょうか。どうもそのままあと2周。さあ、現在のトップは5コース近藤選手。さあ、近藤選手が無理に戻ってくる。ラスト1周、あ、ゴールか、ごめんなさい。1コース水谷篤斗。